こんにちは、袋鹿の袋です。AID のアソシエートフェローの試験について、お知らせしています。今日は二次試験なんですけど、二次試験のやり方です。二次試験の概略というと、ゴールデンウィークからゴールデンウィーク後、今年は5月14日だったようですけど、シカゴで行っています。言語は英語で、通訳付きで行えるようになっています。韓国のマキシコースは実は一番合格率が高いんですね。この数年で新しいアソシエートフェローの3分の1ぐらいは韓国から来た学生、韓国人だけではなくて要は日本人が含まれててっていうことです。僕らの時は、一次試験は8人受けて8人全員合格だったんですが、実際に二次に行かれた、10人受けて10人合格だったんですが、二次試験に行かれた先生が5人ですね。5人は5人とも、そのまま合格しました。高等諮問二次試験は、筆記試験から4年以内に受ける必要があります。シカゴ語で年に1回です。願書は2月1日まで、今年は2月14日だったですね。一次の発表は1月にあります。日本のピアソンビューセンターでも、この二次試験自体が受けられる可能性があるということが、数年前からインフォメーションされています。ただ今のところですね、外国で、ピアソンビューっていうところは、共通の、筆記試験をやったところなんですけど、そこは高等諮問も受けれる試験を、やる実は用意があるんですね。通訳を連れてきて、そこで外国の先生とこう、通訳さんと、自分を含めて、高等諮問ができるという可能性があったんですけど、どうやらドバイの方だけ許されているようで、日本では許されては今のところなさそうです。最初の、当日試験、選考料は高かったんですけど、通訳は500ドルぐらい。この試験自体は250ドルですね、今回ね。高等諮問の二次試験を受ける試験費用は今のところ250ドルです。通訳の費用は500ドルかかります。AID からの依頼なので、質は選べないですし、人も選べません。この人でやってくださいというふうに言われます。用語だけ並べていても、それほど、いわゆるこうなんですかね、会話が、外国の方と成り立つっていう必要はないので、聞かれたことに対して単語で答えてると、それだけでも回答にはなっていきますので、100% 通訳が必要とはもう言い切れないんですが、言ってくれると、自分が安心ですので、この時は、言っていただいた方がいいとは思います。実際の高等諮問の、やり方です。ルーム、部屋の中にですね、5テーブルあります。5テーブルに試験官が2人ずつついています。多分フェローの試験はもっと重鎮の先生たちが担当しているんですけど、割と若手の先生、逆に言うとちょっと癇癪持ちの先生のところに当たったりすると、結構質問が詳しく来るので大変かもしれません。30分で2時間半で5テーブルを移動します。自分の症例については僕らの時はあまり質問はされなかったです。多分アソシエートフェローの時はあまり自分の症例についてはそれほど聞かれないというふうに思います。もし聞かれたのであれば、診断したところ、治療計画どうしている、治療はこんな感じ、それがどうなったっていうような天気についてもお話しすることがあります。筆記試験は、大体9割、高等諮問は6割ぐらいの合格率だそうです。そうは言われましたが、全員僕らも合格しましたので、それほど、日本の先生で補徹も、外科も両方やられている先生であれば難しいという感じの質問は出てこないと思います。各ブースには、ケースのレポートって、いわゆるこう、ここから、いわゆるこう試験の実際の会場での、5つのブースについてのご説明なんですけど、各ブースには、症例、一個一個の症例ですね、上顎の無視顎、下顎の無視顎、部分欠損、それから、の上顎、下顎ですかね、それから、上顎の神秘なんて症例があるんですけど、実際どこが、この人は欠損していてっていうところのところで、まず、臨床的な診断っていうのをやるんですけど、それのためのレポートが書いてあります。この人はどうやって歯をなくした、全身的な器用がどうであるというようなことのレポートが書いてあります。それを見て、まず、この人は、どこに欠損があるのか、もしかしたらこう例えば、外傷によってこれをなくしているっていうようなところもあるかもしれません。その辺についての、まずレポートをまず見てください。
で実際そこにどこが歯がないですよっていうようなことも書いてあると思いますし、模型も確か置いてあったと思います。模型とあと症例のレポート等があると思うので、その辺を見ながら、この人はここに欠損がありますっていうようなことを説明します。それから、口腔内写真、病歴なども含めてですけど、症例の診断ですね、先ほど言った上顎の虫顎だとかそういったところの診断、それからそれに対して例えば2本のインプラントを埋入するとかっていった治療計画、どういった外科手術をするか、例えばサイナスリフトをしますっていうようなことの外科手術の、特殊性なところがあるようだったらそういった形、インプラント自体も、どういうインプラントですね、いわゆるルートホームのインプラントを使いますとかっていうのが、一つ、まあ、答えにはなってくるんですけど、ブレードタイプも使えるんだったらブレードタイプとかって一応、選択はしないんですけど、実際上で自分は選択しないんですけど、こういったこともできますよっていうことは全て言わなければいけません。ただ今トランスルーセントって例えば、インプラント骨を通してやるインプラントなんて僕らも見たことない、実際は見たことないんですけど、書いてはあるんですが、もうさすがに今は聞かれませんし、ルートフォームのインプラントで、2本のインプラントを埋入してこういった形でやりますっていうようなことをメインに、まあ、ブレードタイプあるいはサブペリオフォームとかっていうのはまだ未だにやられてる先生もいらっしゃるので、まあ、その辺ぐらいまでですかね、その辺までの一応、知識、こういうのは、こういった、サブペリオフォームのインプラントも使えますよっていうようなことを、話させていただくっていうのが、まあ大体あれですかね。で自分がやらないっていう、例えば補鉄、例えば2本のインプラントを埋入しておいて、そこに、オーバーデンチャーでインプラントを、デンチャーを作りますっていうような、このケースだと実際上例えば自分はオールオフォーヤにしちゃいますけど、ここにオーバーデンチャーっていうような話のところのところも一応、選択肢として、自分なりにこの場合は、作って、お話をしなければいけないというのも覚えておいてください。聞かれる内容は、まあ、この患者さんにはどんな治療が適するか、さっき言った、まあ、今だったらルートホームインプラントを、入れますよ。ルートホームインプラントって言い方はちょっと難しいですかね。いわゆるチタン製のシリンダー、あるいは、今だったらこうテーパードのインプラントですよね。そういったもの、手根型のインプラントっていう時にルートホームインプラントって言い方をしなければいけなかったりします。この患者にはどんな治療か、リクライニングとか、10ぐらいの方法、先ほど言っていたように、まあ、全て考えておく必要があります。自分がやるのではなくどのような治療が可能かっていうところが、要は質問者の方は聞きたいということです。良質の治療であるかどうかではなく、どのような治療があるのかを知っておく必要があると。コンビネーションシンドローム、例えば上顎がでかくなっていて顔が小さくなってきますよっていうようなことが、ごめんなさい、上顎の方はだんだんと後退していって、下顎の方はでかくなってくるように相対的に見えて、コンビネーションシンドロームっていう、診断名がつく時があるんですが、そういった時の知識っていうのもなければいけません。例えばあと外科的な手術だったらリジオスロプラスティで、削ってミニインプラントを埋入するとかっていう、まあ、選択肢がいくらでもあるっていうのが、ここでの知識を聞かれているということです。過去のブレードタイプの導入などについても覚えておく必要というのは先ほども言ったようにあります。29.6 FM